それでは早速、5小節目からですね、やってみたいと思います。この下りをちょっとやってみたいと思うんですが、今回はちょっとあまり理屈っぽく考えてもなんか頭でっかちにしかならないので、論理的な説明ではなくて、ソロメイキングをする時の感性、理論の話をするときに感性の話をするっていうのが一番タブーなんですけども、実は世の中にはそんなことがたくさん起きてて、上手い人の演奏の中にはそういう例がたくさんあるんですね。その例が一番わかりやすいのがデクスター・ゴードンのソロですね。デクスター・ゴードンは実はそんなことが世の中にはたくさんあって、例えば近年ではもう亡くなってしまいましたけど、マイケル・ブレッカーとかリブマンになってもその指したのですね。でジョー・ロバーの、いわゆるコンテンポラリーな人たちのソロってたくさんそういうのがあって、ちょっと今回はそういうのを吹いてみようかなと思います。